サンドウィッチマンは2007年の M の1で史上初となる敗者復活枠からの優勝という偉業を達成した。当時の審査委員長である島田紳助は敗者復活からの優勝はないと考えていたが、圧倒的な力を見せつけた。彼らに最高点をつけた。サンドウィッチマンは東北魂義援金を開設し、集まった義援金を被害が大きい地域に直接届ける活動を行っている。サンドウィッチマンは好感度が上がりすぎて、長野から道にいる老人を殴っても老人が悪いことになると言われている。